我が久慈市の市長遠藤と私中井による久慈市の紹介動画でございます。皆様に愛される YouTuber を目指し本日も頑張ってまいります。はい、本日も頑張ってまいります。副市長、本日は市長、皆まで言わなくても分かっております。さすが副市長、そうです、そうなんです。はい、今回は私遠藤ジョージが映像に登場します。市長、話の腰を折るようで大変申し訳ないのですが、いつも登場してるんじゃないですか。副市長、どういうことですか。市長、こういった番組はですね、設定というものがございまして、ここでのキャラクターは市長自身という設定でお届けしませんと皆様混乱されるのではないかと。視聴者の皆様、大変失礼しました。気を取り直しまして、今回は本物の遠藤。市長、本物という表現もいかがなものかと。難しいですね。実物は、実物が登場しますはどうでしょう。実物ですか。本物と同じような気がします。副市長、では逆に何が正解なのでしょうか。そうですね、副市長、なんだか私疲れました。そうですね、今回はインタビュー映像です。はっ、それだ。さて、気を取り直しまして、今回は先日めでたくオープンしましたアマセンターのオープニングイベント当日の写真をインタビュー映像とともにお届けします。私がアマセンターについて様々な質問をいただき、インタビュー形式でそれにお答えしております。我が久慈市にとってはもはや代名詞ともいえるアマという存在を、これを機にぜひとも知っていただきたいと思います。それでは皆様ご覧くださいませ。ルル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 。屋上からの景色をぜひご覧いただきたいですね。絶景の小袖海岸はもちろん、対岸の牛島まで眺められる人気の場所です。アマチャンに登場した白灯台も監視小屋も素潜り実演場も、能年さんたちが雨姿で下ってきた坂道もみんな見えますよ。小袖雨で、あいうえお作文をお願いします。いきなりですか。ちょっと待ってくださいね。ルルル、コバルトブルーの、そ、空と海、出かけよう、天の国へ、待ってます。アマちゃんで脚光を浴びた北限の天の活動拠点です。現在のアマセンターは3代目で、東日本大震災の津波で被災したため復旧工事を進め、4月にはグランドオープンすることができました。1階は海産物などを販売する産直です。2階は海女文化の発信施設、3階は海女カフェ、お食事ができます。夏のウニのシーズンになりますと、ウニ料理もお召し上がりいただけるんですよ。復興のシンボルであり、久慈市の観光の柱です。同じく震災で被災した施設に、今年完成予定の地下水族科学館モグランピアがあります。アマセンターとモグランピアはデザインも共通なのですが、私どもにとってまさに復興の日本柱です。小袖アマセンターとモグランピア、2つの施設の復旧を通じて、震災からの復興と観光振興に取り組んでまいります。アマセンターがオープンし、7月からは素潜り実演も始まります。これからも全国各地、また台湾など海外からも多くのお客様にお越しいただき、おいしいものや地元の方との触れ合いを通じて、久慈って本当にいいところだなと感じていただきたいと思っています。
ルルルル。さて本日もそろそろ終わりの時間になってまいりました。今回は私が全面的に登場した回でしたね。手前味噌で恐縮です。市長、私としてはこういう回も大切だと思います。視聴者の皆様に我が久慈市長を知っていただく良い機会になります。私は本当に嬉しいです。久慈は海と山の豊かな自然に囲まれて、夏は涼しく、そして冬は雪が少ない温暖な町です。そして何より美味しい食材がたくさんあるほか、心の優しい人たちが住んでいる町です。とってもいい町ですよ。私もそう思います。それでは皆様、またお目にかかる日まで、どうもありがとうございました。